党のロゴ民主主義の出発は、ドイツ民主共和国に存在した政党。東ドイツ末期の民主化の流れの中で誕生した政党の一つ。他に民主的出発、民主主義の覚醒、民主主義的再出発、民主主義の勃興など、複数の訳がある。1989年10月に、プロテスタント教会周辺の反体制運動、民主化運動から、 市民団体として発足し、同年12月17日に、ライプツヒで行われた会合で公式に政党になった。創設メンバーに、ボルフガング・シュヌル、牧師のライナー・エッペルマンらがいたが、当初の民主社会主義的で、リベラルな東ドイツへの改革を求める方針に対し、政党となった際に明確に、市場経済を目指す、右派、保守的かつ、 反共主義的な綱領を採択したため、党を離れた者もいた。その後、党は、急速に東側のドイツキリスト教民主同盟へ、そして西側のドイツキリスト教民主同盟に接近し、速やかな東西ドイツ再統一を求めるようになった。党首に選出されたライナー・エッペルマン東ドイツ、最初で最後の自由選挙となった1990年3月18日の人民議会選挙では、 セディ、ドイツ社会同盟と政党連合、ドイツ連合を結成した。ドイツ連合は約48%の得票で400議席中、過半数に迫る192議席を獲得する圧勝を遂げたが、その中で民主主義の出発は投票日の数日前に、党首のシュヌルが国家保安省の協力者であったことが判明して、辞任するなど混乱し、4議席の獲得にとどまった。 選挙後、当選したエッペルマンが、党首となり、東ドイツ最後の国防省を務めた。なお、この年の2月から、後に、ドイツの首相となるアンゲラ・メルケルが、党のスポークスウーマンとなっている。民主主義の出発のシュネル党首のポスター。シュタージ協力者疑惑を批判するシールが貼られている。その後、党は、ドイツ再統一を前に8月4日に、 東ドイツのキリスト教民主同盟に合流し、さらに同党は10月3日のドイツ再統一に伴って西ドイツ側のキリスト教民主同盟と合流した。メルケルはセディの連邦議会議員となり、コールのお嬢ちゃんと呼ばれながらも首相への道を歩み始めることとなる。この点は東ドイツ自身の社会主義の下での民主化を念頭に置いていた新フォーラムや民主主義を今など、後に 同盟9 2に参画する勢力とは大きく異なっていた。正式には軍縮及び防衛担当者をすべてドイツ語。ありがとうございます。